はいよ。今日はですね、ブルーハーツの青空の楽譜を書きましたので、そこで使うフレーズをねやっていきます。でこの後楽譜書いてるところを撮影しましたので、それを流そうかなと思っております。まあ興味ある方はぜひ見てみてください。ってわけで、喋れよお前なんかまずですね、クレッシェンド、うん、知ってる？音が大きくなっていくの、だんだん大きくっていうこと。そんな感じ、そんな感じ。タン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 、こうやってどんどん大きくしていくのね。これは高さをどんどん上げていくの。タン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 みたいな。タン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 。イントロ入る前に両手でやっていくのね。左手がスネア、右手がフロアタム。ここの部分ね。わかる？あのね、そのカーブがタン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 って最後の方に急に上がる。タン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 。ああいいね、いいね。そんな感じなんだけど、それを足は四分音符踏みながら、うん、2回、まあ、そんな感じかな。大きくなっていくカーブがこれまっすぐじゃないわけ。タン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 ってこう最後に向かってこう大きくなる。まあ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 、普通にドラムセットで叩けばもうちょっとわかると思うけどね。はい、てなわけでこの後楽譜書いてる様子を流しますけども、めっちゃ長いんで、まあ興味ある方だけ見てくださいと。何分ぐらい？ね、30分かけて書いたんでまあノーカットではないけど、結構ずっと流しちゃおうかなと思ってます。じゃあ、じゃあ、
かに光った。